お願いします。いや、プロ野球も開幕したけどね、新年度4月1日迎えて新しいリーで、一発目の、はい、いくよみんな、せーの、ザクリハチミツ。いいね。新年度迎えてこう新しいリーをやっていこうということでね、今日はもうとびっきりのメンバーでね、今まで最多やんね、これで5人はないもんね。そうそう、これから続々と来るからね、まだいるよメンバーが。あの、来るよ来るよ、17人くらい来るんじゃないの。そんなにおらんよ。ボケたらね、俺が今日ツッコミやからあんまボケんから。なんで流行語がまたいない。あああ何も言えんやん。そう、そいつはもう今日はな、しばらくの間来ないから、ね、やっぱこの新年度こう4月1日っていうことでね、でいきなりニコ生が金曜日であるっていうこう、うん、なんかやっぱ運命的なものがあるわけな、まあね、いいね、せやけ、やっぱ端から順番にね、守るからいこうか、こう4月こう新年度新しい ED にこうかける思いみたいなの、うん、ちょっと真面目なやつからいこう、はい、あ、真面目なやつ、はい、売れます、売れます。 ED に対するなんやろ、その ED に対するやつですか。はい、売れるね、嘘つく、エイプリルフールで嘘つくない、売れるっていう。いいね、もうちょっと反応してもらっていいかな、いい、ね、そこの格好つけ、いい、ね、ネクタイ君よ、反応を俺今やったんだから。センター座らせるぞ、スプレー、スプレーいいよ。髪のセット、うるせえよ、次レオじゃねえよ。これ見ながら優先、はい、はい、いいにかける思い、うん、そうっすね、まあ、うん、あのみんな一丸ちゃまが映っとる、これ見て、緊張したらこうやってしだすっていう。あはい、すいません、どうぞ。まあ、みんな一丸となって新年度頑張っていきましょう。よいしょ、はい、新年度はそういう感じの新年度。ゆうせいなんかはね、このドアホと違ってこう髪の毛も染めて切ってね、こう新しい思いでやっていこうっていうのがもう存分に見えていいと思うけどね。ありがとうございます。じゃあ次はその君だ、名前よくわかんない。君だ、セリザーユイト、セリザーユイトです。もう今月は、そうですね、今月だじゃん。今月だけじゃないですか。4月、そう、これからは、そうですね、まあ、まあ、イリーにとってだ、かけがえのない存在になれるように頑張ります。無理、はい、無理やん。無理やん。エブリルールです。はい、よいしょ。じゃあね、うちの売れっ子、ナンバーワンやったっけ。ナンバーワンくて、いや、4ぐらいぐらいとか。ジャマンだね、やっぱみんなとは違う、こうピシッとした、やっぱいい大人のね、新年度に向ける思いがね、多分これ30分番組やけど30分あるから聞いてあげて。はい、ね、今日から4月度が始まったことでね、まあ今日4月が、まあ、新年というかね、なんかそのすごい、よいしょある。じゃあもう一回、はいはい、じゃあだからこれで振られる。あ、違うんですよ。マモルちょっと切れてるのか、見て気づこう、もうちょい言ってもよ、はい、しかも言おうとしたことが下ネタだから、もう言いたくないし。30分早い、受けてるやん、やった、お強制終了。強制終了。はい、じゃあね、そんな感じでみんなこう、待て、最後、夏るさん、夏る先生、夏る先生はどうなんですか。夏る官房さんの方かね。官房さんじゃねえよ、キャプテンだよ、リーダーだ、キャプテンじゃねえよ、そんなあれねえよ。こうちゃん、頑張ってリーダーになったのにバカにしすぎやもん。コーチャーってなんや、お前。ちっちゃな子。バットとメガホン持ってるか、バットとメガホン持ってるか。タイガー、夏るコーチャー。三塁、三塁ぐらい。三塁コーチャー。走れ、走れって。いけるいける。俺が走るから大丈夫や。ああ、俺はね、やっぱこう、みんなを引っ張っていける、その、
リーダーとしてね、ちょっと不甲斐ないとこもあったりして、やっぱ確かにうそっかちょっとね、龍馬さんを倒せんのかなってみんなに思わせたりとか、やっぱ指名をね、こう一番取るけどなんかギリギリなのみたいな、もう絶対一番はなっちゃうんでしょみたいなぐらいね、ちょっと俺に足りんかったことをね思ったよこの2ヶ月で。それはやっぱカリスマ性と思いやり、落ち着き、なんかこういろいろ足りん部分がいっぱいあってね、俺は反省したから、俺も明日髪の毛めっちゃ切ってめっちゃ染めます。おーい、もう予約取ってきたかんな、見に来いよ明日。明日こんかった人はもうあれや、もうあれや、嫌い。おー、明日もうこんかった人は嫌い。そうだね、これ嫌いだ。はい、来てください。リニューアルな、別に来ても好きではないけどね。はい、じゃあね、まあ新年エンドへのね気持ちはまあそんなもんにして、守るどうしたん、格好つけて、そういうキャラやったの。俺あんまりこう守るがどんなキャラか知らんけんさ、いや俺もあんま喋ったことないから分かんない。キャラ出してみ、初めて、初めて、初めて。あ、じゃあどうぞ感想を言って。これ何人、今何人ぐらい見てますか。にゃん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 。キャラ変更や、4月から。何人ぐらい見てます。40ぐらい。え、1000人見てんだよ。1000人、やっぱ2000くらい見よって初めて。ナツルが出ることにより1000人減ったわ。1000人が見てるやけど、そのほらどんな感じか言ってあげ、あ、まあ、僕はこうだよみたいなの、自己紹介が、声ちっちゃいから拾わへんよ。あの、僕は攻めるです。あの、結構攻めるんでよろしく。かっこいいな。おちょっとかっこいいな。拾いづらいな。どういう感じって言うの。攻めるくん、攻めるくん、攻めるくん、学校好きだ。いけちゃうね、いけないから嫌われたじゃない、来てよ。来れば嫌われないですか。そうそうそう。あ、確かに確かに、いい感じになった。ほらもうすぐね、もう両端ちょっと交換しよう。これ格好つけるもん、両端が。本当だ本当だ、確かに。カマなんかもう海の男みたいになってるから、こんなの。じゃあ緊張緊張失礼しないと、ちょっといつもの感じ出ない。お前どっち上げてんだよ。で、誰見てもさ、俺らがさ、龍馬さん、拓也と俺で初めの子ニコ生出た時ね、誰みたいな、橋誰みたいな、はじめついけ分かんねえよみたいな感じだったけど、守る分からんみたいな、でもね、優勢もみんなこう名前が浸透してきたんだね。一番初めの方のコメントで、イリーって何って言った。何見とんやじゃん。確かに。そうだよね。お店の名前ですからね、ぜひとも遊びに来てくださいね。覚えてくださいね。はい、俺以外のこうブスのキャストが結構いっぱいいて面白いんだね、みんな。イケメンっていうとまあ俺か。でもうちは夏の嫌いって書いてある。確かに。確かに。わかる。確かに。わかる。かる。めっちゃ嫌われてるじゃん。じゃあ気づいて、エイプリルフールやから。あ、そうですね。好きで仕方ないよ。イリーの由来教えて、面白かったら店行くわ。絶対やな。イリーの愛。愛。あ、まあ、振るやつ間違えた。イリーの愛。愛。I love you。あ、じゃあ言うなよ。ふざけんなよ。しかも私。こいつ。ちゃうやん。文字って面白いのにかな。I love you の頭文字なんですよね、本当は。そうですね。でもまあこれは龍馬さんがね、こうおしゃれにつけてくれたことなんでね、あんまりいじりたくないけど、やっぱ面白かったら行くわはナイスな振りだと思うんで、イリーの愛を、じゃあ俺からこうトントントンとね、やっぱ三段落ちのスペシャリスト茶番押しがいる。あ、そうっすね。俺に愛を使おうじゃないの。愛、俺から愛行くね。愛、愛 LY やから、愛 LY やから、愛、愛がいっぱい。おお。L L レオもいっぱい。おお、ワイ、よろしくね。俺ばっかりやん。レオがいっぱい。レオの店や。レオの店。俺の愛が詰まった店。愛用作文。あ、そうそう、ね、愛用作文、まあまあまあそんな感じでね。なるほどね。なるほどね。夏る先生。大先生。どうしよう、なんかニコ生ね、全く出る予定なくて、まあやっぱたまにはね出たいなと思ってね、こう暇になってきたことだし俺も。そう、出たんだけど、することとか何も決めてきてないのよ。だからこう、ほら久しぶりにほらコメントからなんかこう質問みたいな、こう新年度4月だからこうだみたいなのとかあるじゃん。4月の質問ね。桜は散るけど、咲かしたろか、なんかなんか咲かしたろって、ここで笑いをまず咲かせようということでね、今桜満開やから東京は、うん、今こうニコ生でこう笑いを満開にしましょう。いくらより売り上げる、生々しいだろ。じゃあそこレオに聞こう。
みんな俺は NG はそれ答えられへんか NG やから、ね、レオいくら売るの今年は50万、30万ぐらい、50万、年間で20万、売ってるわもう20万、えっ本当本当にじゃあ売ってるわ、そりゃそうか安いなって言われて、安いな、そりゃそう、安いとか言うたらいいかん、30万でも30万は30万や、それはもう確かに難しいね、うん、今はもう上げられてないから、うん、そうだね、うん、今年はまあ1000万売ります、はい、ほら30万おえ1000万売んの、1000万売るよ、はい、あでも大きな目標を持つことはすごい大事だと思うね、探せます、なんかね、はい、ちょっとぐらいじゃん俺こんな札束もらいたいな、給料で、あもらいたいですね、でいくら売ったら、いやまあなっちゃんもらってんじゃん、もう確かにお前らふざけんだろ、嘘はおかしい、それに2列あったっけ、あーそうほら来今月1000万いけんかったら坊主坊主今月やろ、今月やろ、そんなもん無理だ、30万ぐらいだったらできそうなんだけどでもさ、じゃあさ1ヶ月後のさ、この5月の一発目のニコ生このメンバーで出ようよ、おお。振り返り、そうで4月にみんなでここでほら公言書何か書け、あーいいな、面白い、坊主やろ、俺はいいけど、え俺は5月あるから、あー、うん、だからはい、なんかこれ優勢聞きたいな、俺は4月の目標ですね、5月までに、おうそうですね、まだ一皮全く向けてないんで、はい、まあ一皮も向けてないし、まあそこの皮も向けてないんで、はい、まだ一皮から繋げたところ、あ、守るの、あれは守るなんか目標あんの、目標はダメだ、エッチなこと言っちゃう本当にダメよ、これピー入らないから、エッチなこと言っちゃダメなんだ、エッチなものなし、なしだよ、いえいえいえ、いやもう本当に普通にただ単に売りたいです、売りたい売りたいです、売りたい、もう率直にすんの、率直に売りたいだけです、守るは枕デビュー、うん、ほらえ、チャマはチャマ目標あるの、なんかない早っ頑張るなんかそのさ、肩意地張ってないそういうスタンスがいいっていう子もいるもんね、なんかこう、うん、そうだねそうだねなんか正反対にいるよね、俺とチャマってなんかその感じはね、そうだね、まあ、仲良しやもんね、でもね、2人でいたら気まずそうだね、気まずくね真面目な話面白い、あ、いいっすね、チャマを星3つにする、いいの、おー、守さんが、おー、守さんだってなんかいいっすね、ち、星、やー、星、まあ、星にしまってうぜーね、星3つですみたいな、しかも俺それ見たけどするし、頑張れよ人気あるな、お前は何を見ようって何もしてない、お前見ても拾わへんやろ、エロ動画流してたのに何しよう、一発ギャグしていこう、もうだってお前ら喋らんねやもん、はい、守るから一発ギャグ、3、2、1、1、最近ハゲてきました、それ一発ギャグだろお、そんな、ナイス聞いた先輩が、それ一発ギャグの、やばいやばいやばい、おお見て、みんな見てよ、ゆうせいの成長ぶりを、うん、じゃあそんなね、それが一発ギャグかって怒ってるゆうせいの、あの錦織圭のマネ以外の一発ギャグまで、さあ、そんにーちちー、あの、千と千尋の神隠しのカエルのマネします、 おいいね、はい、おっマネやん、でもそれ一発ギャグじゃないさっき怒ってたじゃん、それ一発ギャグかみたいな、いや、ハゲてます、はい、じゃあ一発ギャグじゃないですけど、おおおおはい、行きます、よ、行こう、千と千尋の声のマネ、はい、はい、どうぞ、千はどこだ、千を出せ、お主、あっこったで、さっき、はい、あっ通りましたよね、はい、さっき通ったけどな、めっちゃ浸透してるほら見て、みんなギャ、ジャマがカッコつけるから、ね、いやいや、普通に考えた、今一発ギャグをジャマくんには振らんよ、そんな絶対事故になる、滑るし、マジで、あのほら、殿下の宝刀が滑ってる、ここし、あの爆笑のイリーでね、あの爆笑を起こす、あの一発ギャグされてもダメだよ、痛い人、コメントで、コメント、痛い人、早くコメントできたらチャマが一発ギャグしてくれるよ、コメントでチャマを褒めたら、あ、じゃあチャマが3回褒められたら一発ギャグして、ちょっと待って、あ、いいですね、コメントで、いいですね、コメントで3回褒められたよ、イケメンイケメン、はい、もうその褒められました、お3回、はい、やっちゃう、2人で3回やっちゃおう、あれやっちゃおう、あの爆笑必須のあれやっちゃおう、何あれって、いい、みんな、なんだろう、いやもう大丈夫、お腹痛くなるけど笑いすぎて、そんなね、ちょっと、もう本当に、
あ、じゃあ一回行ってあるだ。そうそうそう、最終兵器までにちゃんちゃんとやっとくか。時間作って、時間。いや、考えまたまたね、あるのに。もったいない。あれ出せば済むのに。もったいない。あれや。あれや。じゃあレオを俺して、あの、やって次、チャマのドカン行こう。そうですね。じゃあその間に、一旦、いえ、CM いえ。先生。何？勇気を出してボトルを入れたら断られたよ。あらだ、ボトルお願いする前に犯人の甘み味わっとけ。この KY ボス、はい、開けたら最後、誰にも止められない。ありがとうございました。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。ゲーム中にね、こう話してたんだけど、あの新年一発目の俺のあの定番の一発ギャグをね、で、マモルが見たことないということで、はいはいはい、皆さん見飽きたと思いますけど、いきますよ。じゃあマモルに対してしてあげるから、はい、ちゃんと画面見てこう何か答えてね。どう進化してるの。マモル、これ何見える。キツネ、キツネいます。ムキリン。コアラ、コアラ、コアラ。キリンがいる。こんな首の長いコアラ。凶暴や、コアラ。コアラ意外と凶暴や。ゆかり、めっちゃ面白い。ゆかりって何や。めっちゃ面白いです。ゆかり食べるから。お前にいじられるのめっちゃ面白い。まあまあウケるやん。ねえ、なかなかいいね。ほら、新年一発目のキリンやったから。はい、次。もう次言われるの。はい、次レオ。はい、やりまーす。最近ハゲてきてまーす。うん。しっかりしっかり、ギャグとかじゃないやん、そう、事実やん。ギャグとかじゃなくて、事実やからやめて、そういうの。あれ行こうか、レオのあれ行こうか。何あれって。あれ、あれ行こう、あれ行こう。チェーン、あれやってください。じゃあ、本当のやつね。今、事実つけただけだから。近況報告だから、それギャグでもなんでもないよ。レオの一発頑張れ、そうそう、ニューリー、シチチお前、土屋様からノーセットなの。そうなんや、そうなんや、新年度じゃん。そして、お前のギャグじゃないし。確かに。まあまあ、そんないろんな流れがありつつもね、見せてくれますよ、うちの茶碗押し音符。大鳥、大鳥やるよ。相談役が。茶碗押し音符相談役の、そんな爆笑必須。超一発ギャグまでーす。3、2、1。でもね、やっぱね、背景が、ね、緑なのに。あるあるある、ちゃんとある。これこれこれ。あー、すごい。これこれ。応用編、応用編ある。じゃあ行くよ。これ何だと思う、何だと思う、何だ、何だ、これこれこれ、これ手番手。最悪やろ。ガッツリしてもらったな。最悪やろ。ガッツリだから言ったやん。しかも加藤隆って若干入ってきて。やべ、チャラさん、チャラさんのキャラに合ってる。じゃあ俺下ネタしか言ってんやん。こいつ今勘でチャマさんのことチャラさんって言ってた。ええよ、ええよ。チャラい。チャラい。ちょっとでもドキッとした。チャラさん。びっくりしました。ドキッとするよね。こいつ間違うんじゃないかと思っていろいろ。チャマ。ドキッとする。ほら、ドキッとした。チャラ、チャラさんなんだ。拾わんでいいから、拾わんでいいから。だけど、見切れてるからお前、お茶飲むけど大丈夫よ、マモル。マモルはなんでマモルっていう名前にしたの。あ、これ本名です。いや、早いよ。ユーセイはなんでユーセイ。僕は、あの、本名に近くて読みを変えた。あ、そうや、そうや、そうや。レオはえ、お父さんの名前がレオなんで、はい。きたね。園長きたね。汚くねえ。あの猫やろ。汚くねえから。お前猫と人のハーブやなかった。猫と人のハーブじゃねえよ。で、なんだよ猫。猫の方が妊娠してる。なんで猫の人の方が男で。人間率高すぎでしょ、しかも割合で。違う、お前たまににゃーってよりやん。にゃー。新生児もにゃー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 って入ってくる。じゃあそれ背中、それ背中。じゃあこいつ何やろかわからんのやって。新生児もにゃー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 。緊張してる時だよ、多分。緊張してる時にそれやる。ご一緒してもにゃーよりやん。ご一緒してもにゃー。やるね、でも。めっちゃ悪いわ。
チャマはチャマ。チャマは俺本名で、本名。そうやね、クレイジーの本名。おしょいってる。おしとん。名字の方やろ。チャマタカ。チャマタカって書いてある。ちなみに、ナツルさんのあれ、由来は。ナツルはあれ、おとも先輩っていうか、お友達みたいな、かっこいい人の名前をもらっただけ。しょうもない。その、なんか、由来面白くないし。うん、でもね、そんなこんなんでね、新年度始まってもやっぱうちは毎月こう2回イベントやってます。さあ、守る1回目のイベントは下克上です。よいしょこれ、説明できる？夏るさんチームと龍馬さんチームちゃうやん、もう違うなぁ、はい、聞いてんじゃねえのか、聞いたの、聞いたの、ね、俺何回か説明したのに、ね、4月11日にね、こうイベントとしてこう下克上ということで、僕と龍馬さん、まあ、龍馬さんチームとして僕と2人でね、あと残りこう全員でイリーのメンバー全員対2人でね、こう戦いをして戦いをしようというこのバトルイベントでして、まあこれが面白いのがこう連動してまして、次の週18日かな、そうそう、18日にこう学園祭イベント、こう新年度ということでね、学園祭イベントをするんですけど、その時に負けた方はなんと JK できます。よいしょー、はいはい、そう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 、J でいますね。JK やで。J。女子高生。JK でくるから。コスプレがね、龍馬さん、夏ルと龍馬さんの JK 見れるのって言うけど、見れるわけないじゃん。見れるよ。もちろん見れます。俺らが負けるわけないじゃん。いや、こっちね、背中くんいるから。お前、他力本願もすごいな。そう、背中いるから。お前、そっち側のハゲ二人よ、おい。気にしてない。ハゲ二人よ、おい。ハゲを気にしない。俺も気にしろよ。背中いるから。背中いるから。背中いるから。まあね、これほら面白い、やっぱキャスト来たくないということで、あとまあこうキャスト同士のこうなんていうんですかね、あまり姫様には関係ないところでこう、まあ、僕と龍馬さんが全員に敬語だったりとか、みんなが負けるとお店の掃除がついてくるだとか、こうね、まあいろいろあらら、すごい妻が飛んだ連動してて面白いんでね、4月は見どころたくさん、そうですね、そして5月になるとなんとおーおーなっちゃった。まあね、6月もあるしね。おい6月の5月流せよ、おい宣伝させー宣伝させー、じゃあ自分でなっちゃんって言うとりょうまさんに気持ち悪いなっちゃんって真似されるからそんな顔してないよと思うけど、なっちゃんの誕生日あります。おーあれみんなお世話になります。みんな結構お世話になって、守る誕生日あるの、俺の誕生日あるの、悲しい。俺マス、俺守マス、俺マス、俺やった、ゴマス俺だ。なあちゃんが悲しいね、なあちゃん悲しいねえ、ほらほらほら、なあちゃん悲しいか、乙女だからなあちゃん、なあちゃん乙女、結構意外と乙女だとかあんねんからな。流星、はい、なあちゃん誕生いつなの、いつなの、知ってるやろ、俺の誕生日。俺知ってる。知らん人おらん、この世で。お前、俺は知ってる。じゃあせーので言おうや、違ったやつ。お、じゃあ4人おるやん、うん、あー、リーダーの誕生日が5月な…もう言わんで、あの、分からんやつはもうあれや、もう往復便だよ。いくよ、みんなもせーので打っていいからね、せーの、11月10日、あれ11日やん、8月93日、え、なんで8月93日、ヤクザ8月93日、ヤクザ93日、本職じゃねえ、本職じゃねえよ、チンピラはまた違ってくるし、もう一回言って、5月10日ですね、来いよ、合ってた合ってた、 OK、 絶対来いよ、やばいやばい、夏のヤクザなの、いや、あんま触れない方がいい、あんま触れない方がいい、モザイク、モザイク、入るか、お前5910じゃん、恋人、恋人、5910じゃん、ボケ、5910、極度、極度、おお違いますよ、恋人ありますからね、ちゃんと、まあ、縫い目隠す、これ CG の恋人ですよ、CG の恋人、どういうこと、かわいい、義勇兵みたいな感じで、義勇兵って義足ならぬ、義手って言うんじゃないの、義勇兵ってなんだ、義勇兵 CG の声よりあのさ、俺結構優しめなのに、みんながそういうあれをつけると本当にそうやって思っちゃうから、女の子はほら、行かないとかなるじゃん、同時に祝って、祝いましょう、近いもんね、誕生日、優しい、優しい優しいやん、優しい、ない、え、じゃあ俺優しいよな、な、優しいよな、めっちゃ優しいな、一番欠けてるもの
だってナツルの一番欠けてるものは優しさ。一番今日バファリン この山ほど買うてお前全部飲んでやろう俺。足りない2トントラックでバファリン買うたるわほんなら。腸がおかしくなる腸。あの基礎にいいんだそれ。体悪くする。うん。はい。じゃあいいよ。俺優しくなるわ。分かってらっしゃる今。バレてフォロー。フォローがないってね。バレてねえよ。バレてねえよじゃねえよ。優しいわ。バファリン。おいいね。でも俺は君のバファリンだからね。お、はい、はい、よいしょ。分かる人は分かるからいいんだよそれで。おお、ほら俺をいじってないと地獄の時間が。まああと何分かあるから最後ね、じゃあ一言ずつなんかやっぱ言いたいこと言ってこう姫様に向けてでもね、イリーに向けてでもいいから。あ、本当だね。店のことが気になるチャマはすごい立派だから、じゃあそんなに店のこと気になるなら売り上げを上げていこうということで、そんなチャマ推しからどうぞ。頑張ります。おー、ニコ生をなめてるやろお前。違うしっかり伝えてあげなさ。来たことない子も見てるし。これは何に対して言ってんの今。やっぱ女の子に対してでも店に対してでもさ、もう何でもいいから適当なこと言っちゃってよ。適当なこと前回このニコ生に出た時に、今日指名で行くねって言われたんですけど、その日僕お茶でした。よいしょ。その子に責任ないからね。予定がないお前の。せっかく暇にしてたのに。その子のためにみたいな。お前バファリンでできてやろう。はい、次君。そうですね、はい、これを見てくださってる方、まだ入りに来られてない方でね、まあこんな感じ。なんでお前のそのキャラでそんな真面目に言うの。びっくりする。じゃあ最後にあったのもう。あ、じゃあ最後に撮るわ。お前落ちるしよ。じゃあなんで落ちる。そういうのや。それだとまた変わってくる。守る、はい、守る。最近ガツガツとマッサージにハマってるんですけど。なんで来てくれたらマッサージするんで。あ、そっちやる方。マッサージします。はい、みんなマッサージしてくれるよ。なんか言えー。おいで、マッサージしてあげるよ。はい、おいで。上からやな。はい、優勢。そうですね、まだ会ったことない人たくさんいると思うんで、はい、皆さん出会いましょう。待ってます。はい、やらしいんだよ。俺は日本語こう難しいからあまり伝えれないから、来たらわかるよ。よいしょい。さすが大臣。大臣。大臣じゃない。大臣。液晶越しでみんなくれる。はい、おうち。レオくん。よしや。全然まあこんな感じでみんな仲良くやってるんで、はい、ぜひイリに触れてみてください。はい。え？どこの家があんねん、お前。さっき会ったの、さっき真面目なこと言って最後おっぱい揉ませてみたいなこと言おうとしたの。それ言えばよかったじゃん。なんで今言えばよかったの。みんなに触れてください。おっぱい揉ませて。俺おっぱい揉むんでいいじゃん俺の。あい。はい、あのね、今日は代表不在ですけどお店にいるよ。そうですね、会いたいでしょ、有名でしょ。それのおこぼれ俺らもらうから、皆さん代表にあやかってね、来てね。4月11日下克上18日に学園祭イベントです。よいしょ、待ってるよ。入学式じゃない、学園祭だわ。入学祭この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。